to that voice. Respect. Nakashima Mika.中島美香さんです。よろしくお願いします。憧れている人、はい、どなたですか？あの池波志乃さんですね。志乃、志乃、志乃とはいつも そっちじゃないです。志乃、なんで、なん、え、女優さんですもんね。はい、言うこととか、うん、なんかこう立ち振る舞いとか見せて、これはかっこいいと思って、まあ、かっこいいですよ、ね、かっこいいですよ ね、 するとね、そっちじゃないです。志乃アキラ。さあ、そんな今日はですね、中島さんのために、え、お呼びいたしました。俺会ったことないんだけど、すっごい綺麗な方、お入りください、どうぞ。シロ、あれ、代理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 、中島さんが志乃さんに、え、いや、だから代理憧れが、おや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 、代理の中尾彰さんです。どう
したんですよ。あの実はね、シノがね、シノがちょっとシノがねっていうのがちょっともうなんか受けてるの。あの言うよ。あの 歯をちょっと痛めまして手術したんですよ。おやおやちょっと腫れちゃった、おやおや腫れちゃったもんで申し訳ないから、私が木更津ばっちゃん、はいはい、はい、木更津のお祭りには必ず来るらしいです。だって田舎だもん、ええ、この間 DJ オズマって話していたら、木更津の有名人オズマって騎士団の、知らねえよそんなの。さあ、そんな中今日は企画の方を考えさせていただきました、はい、参りましょう、はい、アキラが語る妻に学んでいい女の条件。こちらです、はい、食卓を料亭に変える。あのうちは一品一品出てくるんですよね、食事が、うん、一品にドンって焼き魚、お煮物とかそういうのじゃない、あのただできますものはというメニューがあるわけです。お下書きがあるんですか、はいはい、和紙で前菜からこう書いてある、じゃここまではビールにしよう、ここからワインにしようって分かるやつじゃん、天紅っつって天てっぺんに、ああはい分かるね、はい、紅をこうつぶってやると愛してるって証拠なのよ。ほら江戸時代からあるね表現方法、そういう意味だったんだ、うん、料理はうまいんですか。あの料理はうまいですね。私の舌に合わせて料理の調味料を使うわけですよ、うん、つまり今ワイン飲んでるなと思って今度は作ってると、ワインを自分でこう台所に持ってきて飲みながら味付けしますよね。あ、店主の味がこういうのが好きなんだってのは分かるじゃないですか。あ、作りながら出す、そう、うん、もうね完璧ですよね、うん、いや何がすごい、何がって白だよ。何が中島さん、はい、あなたが憧れてる白さんってそういう人、はい、できますか。無理ですね。そんなことないよ。早いんだよ諦めが。上手に遊ばせろ、上手に遊ばせろ、まあどうですかね。ただお金がない時ってあるじゃないですか、結婚して何年か経って仕事がうまくいかないなとかってことで、かみさんに「うちのお金うち大丈夫かね、管理は全部任せて大丈夫かね、ちょっと一瞬間があるんだけど大丈夫です、腐るほどありますから、ほうあるわけないんですよ腐るほど。だけどそれ聞いてホッとするじゃないですか、なんか、うん、何とかしてくれるんじゃないかな、ないからって、うん、その甘い、私の甘えもありましたね。だから結婚するとき何を基準に決めたかっていうと、慌てない女、慌てない、つまり貧乏になってもない、私たちの仕事ってそうじゃないですか、いつどうなるか分からないとしょうがない世界ですから、うん、はい、その中で、あ、きっと慌てない子だなと思ったんですね。でもね、一遍だけね、死ぬ慌てたことある。何ですか。地震が東京でね続けて起きた時はもうね、はい、2階からバタ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 って下に降りてきて、パッとあるとこ座ったんだ。でもう一回地震があってまた降りてきて同じとこ座って、おかしいなと思ってね、引き出し開けたらへそくりでしたね。やっぱ腐るほどあったんですね。へそくりですから、それは私がいただきました。それは私がいただきました。だって俺の金だ。私全部カミさんに渡すでしょ、ギャラは全部全部全部です。ただしこうポケットからお財布出してこうテーブルに置いておきます。私のは見るんですけどね、それで入ってないなと思って適当に入れておいて。島さん、はい、どうです、そのぐらいで、そのぐらいの生活をしてるとああいう佇まいになるんじゃないかなってことですよ。はい、頑張ります。でもね、別に真似することはなくて、中島さん、中島さんらしい持ってるものをいっぱいこう伸ばしていけば一番いいことなんですよ。まあそうです、ね、うん、だ一回ね、シロさんにお会いして食事とか行けばいいじゃないですか、うん、プライベートで、うんうんうん、3人で行ける。中島だいぶ緊張すると思いますけど。どういうところ連れてくれますか、どういうところ行きたい。何でも大丈夫ですけど、うん、好物は麺ですね。麺ということで、麺が大好きだという中島さんのために、中尾明さんがおすすめする美味しくてびっくりする記録保持者で、こちらご覧ください。本当にギネスの少々240
ですね。どんどん時間がディレイしてっちゃうんじゃないですか。初めの方太っ、ね、イカかな。イカですね。これはあの乾燥一つ加わる料理というのがあれば魅力の一つだ、うん、がハサミで切っても大丈夫です。ね、中島さんから。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。目の先を。はい。一個目です。これ絶対間違いないでしょう。はい、どこから来たの？こっち行きたい。こっち行きたいの？どれ？うん、美味しい。うん、うん。美味しい。うん。これはうちではできないね。あ、そうですね。うまい。池田目玉さん。すいませんよ、これ。うん。うん。うん。どうも、ありがとうございます。うまい。お次のお店はこちらでございます。やばい。はい、博多豚骨ラーメンです。どうぞ。今日は本当出来たてのところをお召し上がりいただきますからね。ものすごいガタイしてますよ。あの使っている材料自体は特に変わらないんですよね。そうですね、普通のラーメンのものかちょっと分かんない、うん、もうね、麺はいい状態に。自衛隊もっと自衛隊員何の鉄板です。これ目玉焼きですよね。あ、そう。これはパンの代わり。ああ、ラーメンバーガーみたいな。ご名答です。実はこのお店の名前がメンバーガー、そしてお料理の名前もメンバーガーでございます。はい。これは初めて。ああ。そしてマヨネーズ。ああ、ね、これお好み。うわ。おお。ちょっとかけすぎか。こちらメンバーガーのお店ではそれぞれ300円で販売されています。そうです、はい、1個300円ですね。やっぱりこんだけカリッと焼いてますんでね。はい、どうぞ。あ、そう、ありがとうございます。外側で買うなんですかね。中島さん、中島さん、麺と大量の麺体で、はい、じゃあ僕チャーシューです。じゃあ僕麺体で。あ、どう、おいしい。おいしそう。嘘、嘘じゃないって。はい、どうぞ。なるほどな、これ。どうですか、大丈夫。これね、想像と違うんだよ。ダコさん、いかがですか。いや、いけるよ、これ、うん、もうちょっと違うかなと思ったら、うん、あ、いいね、優しい味。どうもないか。やられちゃいましたね。続きましてはこちらは中尾さんおすすめのお店に来ていただきました。福島県大内宿三沢屋さんです。よろしくお願いします。どうも。大根の絞り汁をもとにという、うん、そうです。大根の絞り汁ジアスターズが絞り汁。あの、そばはね、食べるっちゃいけないんだよ。タグルって言われる。タグル、タグル、うん、縄をこうタグルみたいな、網をタグルみたいな感覚があるんですか、口の中に。中島さんは、はい、蕎麦好きです。こんなお、いやいや、手では食いませんよ。じゃあ、あれをお願いします。はい、あれ何や、あれ。あ、はい、このネギ一本で召し上がります。これがお箸なのよ。お箸ってどういう、いやいや、これ引っ掛けて、それで引っ掛けて食べるでしょ。で、少しずつネギかじるの。全部そうよ。ちょっとふざけてんじゃないですか、ちょっと。食べ物で遊んじゃダメだって。一緒じゃなくちゃっていいんだよ、別々だっていいんだよ、かじりながら。ぜひかじってください。そばうまい。うん、うん、うまい、うまい。そばうまい。曲がってちょうど引っかかるように育てております、はい、こういう風に育ててるんだって、はい、中島さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、何がいいですか。舐めてるよ。私何喋ったらいいですかって言われて。いや、やる気はあるみたいなんですよ。出てくれた。こんなトークテーマ持ち込むのはこの方しかいません、はい、中島美嘉ちゃんです。どうぞ。Today's guest, Nagashima Mika! さあ、聞いてきましたよ。何しましょう、何しましょう。どういうことですか、ちょっとお姉さん、何がいいですかというのは。私、何を喋ったら盛り上がるのかが分かんない。だから、それを、あん
しょ、なんか打ち合わせとか、うん、打ち合わせですっごい一生懸命考えたんですけど、一生懸命考えていっぱい出しましたよ、はい、話の中身は、ああ、もうこれだこれだって、種は、はいはい、そう、でもいまいちだったみたいなそれはね、それはスタッフが悪いわということなので、トークテーマは何がいいのか探っていきましょう。かれこれ3回目ぐらいですから、はい、まあ過去2回でね、もういろいろ積み重ねてきてますから、いろいろ話しますね、この方は、まあすっかりアホやと思ってるんですけどイメージはね、イメージはね、言葉悪かったすみませんね、ちょっとイメージボロボロ出てきますから、もともとのイメージ全然違いましたけどね。あ、そうやんな、でもっとなんかこう ねちょっと俺なんか怖かったもんでしょ、うん、なんかうわ喋りづらい方なんかなみたいなイメージがあったけども、こう来そうな感じはするもんねやっぱそうそうそう、この世界に入って一番イメージと違うかったタレント1位ですね。あ、そう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 、キングコングのイメージ変わったランキング1位です、うん、あら俺に選ばれたからって言って別に何や言うことでもない、あれ賞金2種の方から100万円イメージ違いますよね。イメージが違うって言われるでしょ、でも美香ちゃんは本当違う、そうですね、はい、こう実際のとこの世間に思われてるイメージと、そうです ねなんかイメージはなんか結構こうあまり、ま、でも面白いものが多いです、はあはあ、変なランキングによく登場する、普通の世間のね、恋人にしたいとか、はい、そういうのを全く入んないです入んない、どんなに入ります、何に入る、この間友達から聞いたのは、はい、なんか喧嘩が強そういや、そのイメージはある、はい、こうなんか こう、うん、喧嘩は実際、いや見たら分かるじゃないですか確かに全然パワーはないです、めちゃめちゃ細い、パワーはないです。他にはどんなランキングに登場したんですか。私生活が見えない有名人、ああ見えない、それ分かるわ、それは見えないわ、俺もうご飯食べてるとこも想像できないもん、そう、そのなんかこう理由はって聞かれた人が、はい、多分本当はいないと思うって言ってあ、もう実在してないことだね、なってたみたいな。ラーメンとか食ったことあります。あ、大好物ですね。へえ、ラーメンとか食うてるイメージある。ないないない、最後の晩餐にしようと思ってます私の見たの最後の晩餐ラーメンだもっと、イメージないな、ラーメンライスがいい、うわこれは5分ぐらい食うね、それ嬉しいな、近いね、どっぷり食うやね、ラーメンライス食べるんですね、大好きですね。へー、他にはどんなランキングに入ってるんですか。あの幽霊が見えそうなわかります、わかります入ってそう、そう、うん、1位が1位が美輪さんですね。でまあ美輪さんでしょ、で2位が私です、2位が七島美香ちゃんで、はい、3位が江原さんです。あ、そこに挟まれてるんだわあ、すげえ、江原さんに勝っちゃった、オーラに挟まれてるんだいじめに勝っちゃったの、本物に勝ちましたそうよ、本来あの人が1位じゃないと話おかしくないけどそれもなんか申し訳ない、あ、別物ちょっと見たことあるでしょ、ない、ないけもない、もしかしたらあのいて気づかないのかもしれないですけど、うん、でも、あの妖精は見たことあります、はいどうしましょうか、小さいおじさんの妖精です、小さいおじさんの妖精ちょっとごめん、妖精の中におっさんおるの、聞いたことあります、もちろんないよ、小さいおじさんの妖精とは、いろんな人が見てるんですけど、はいはい、ちょっと待って、ちょっと待って、いろんな人が妖精の小さいおじさん見てるっけ、絶対知ってると思う、何知ってますよね、知ってる人、ほらちょっと無理やりうなずかれたやんか今どういうこと、どういうこと、私はその時こう寝ようと思ってたんですけど、はい、ベッドにこう横こう寄っかかってあのテレビを見てたんですよ、はい、したら前をこうハーレーに乗った ちょっと待ってくださいね、ちっちゃいおっさんがハーレーに乗って、ハーレーも小さいね、はい、小さいハーレーに小さいおっさんが乗ってる、こういうあるじゃないですか、フリンジがついて、はいはいはい、スターのやつだな、あれにこうちゃんとヘルメットをかぶって一往復していきましたサイズは大体どれぐらい、このぐらいですね、あの全部入れて、ハーレーも入れて、ハーレーも入れて音は音だからうるせえなと思ってハーレーやからやっぱり、そう最初ピッタマローやっぱり、だからあの自然すぎてうるさいなこの人と思って、うん、でテレビしたらあれなんかおかしいなと思って、もちろんおかしいやんそんなで、こうもう一回通ってくれてあーっと思って、これが噂の妖精だじゃあ噂も何もそんな他で聞いたことないで、ありますよ、いやいやでもテレビとかやってたで、ほら何を、実際おっさん見たことあるみたいなはテレビの特集で見たことあるけども、それの一人ってこと、はい、
でもラジコンかなとか思いませんか、それ見て。いや、あの空中でこう目の前を通ること自体おかしい。ちょっと待って、浮いてるの。はい。目の前をテレビと私の間ぐらいをこうやって走ってます。おっさんはその見た目は分かんない、小さすぎてぽっちゃり、ね、分かんないんだけど、うん、おじさんだってこと。表情笑ってるの。いやもう硬い。はい、硬めです。もう真剣なこうやって、はい、ああもうハーレー乗りの多分本気。そうだから他の人たちも聞いた話は、はい、そうなんか、はい。この後も小さいおじさん目撃情報が続々。人に見られてないのに正座してるんだ。してたりとか、あとあのイチゴのヘタをこう日本刀で切るとか。なんやねん、イチゴのヘタを日本刀で切ったって。優しいな、おっさん。食べやすいようにしろって。そうですよね。なんでそんな信じんのよ。いや俺も聞いたことあるから。ありますよね、公園とかに出るとかで。妖精だって思うんですよ、見た瞬間。怖いって感じもしなかったですね。しないです、なんか自然でした、とっても。見てみたい。見たらわかります、その妖精だって。見てみたいな。見てみたいよ。だって嘘でこの話作る。作りません。最近何か新しいことなんかは、なんか筋トレみたいなこととかはしてます。あれ筋トレしてる。はい、こうやってやるとここに筋肉が出る、はい、あ出てる出てる。ああなるほどなるほどなるほど。あキュッと、うん、はあはあ、なるほど。最終的にはどうなの、ムキムキになるわけにはいかないでしょ。だってえ腹を割りたい。そこまでいっちゃいますっていうのが目標ですね。中島美嘉ちゃんの腹割れてるイメージ全然ないな。また喧嘩強いイメージ。やめときや、もうすでにそういうイメージついちゃってるで。それもお仕事のためですから、もう応援してますよ。はい、小さいおっさんの話は嘘ですか。嘘じゃないよ。そんな中島美嘉が新曲オーバーロードをリリース。どんな内容の曲なのか。あのお仕事とか頑張ってる人たちに応援歌ですね。ほう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 、なるほど。これ聞きどころなんかは、聞きどころ私が、まあ、歌詞を書かせてもらったんですけど、はい、なんかあの元気が出るんじゃないかな。人がいるとしたら、たまにはここへ来て近